はい、ヤフー一部どうもなきです。さて今日なんですけど、ちょっとお話しいただいて、スタイリスト、美容師になってからの1日の、スケジュールというか、どういう働き方をしてたのかっていうのをちょっと聞きたいっていうのもあったので、ちょっと今回アシスタントの頃から含めどんな流れだったかっていうのをお話ししようかなと思います。でね、僕はね、だから17年前の話だよね。入ったのが20歳だとしたら。の時の話からなんだけども、オープンがね、お店のオープンが10時でした。で、9時半から、スタイリスト含め、アシスタントも全員含めた、その時の朝礼がありました。で、9時10分とか15分からアシスタントの掃除ってのがあったのよ。そのスタイリストの前にやる。みんなでやる前の。で、確か15分だった気がするんだよね。9時15分。で、その前の9時から1年目の掃除がその時はあったの。今そんな細かくない。俺がね、辞める時ぐらいにそれ撤廃されたはずなんだよね。なんか1年目の掃除とか、なんかはいらないんじゃないかみたいな、確かあった気がする。なくなった気がする。多分ね。わかんないけど。ってのがあったので、結構だからその、みんなが始まる30分前ぐらいからは掃除をやったりとかしてたんですよね。で、朝練もしたいじゃない。要はシャンプーの練習したりとか、もうシャンプーが合格したら、なんだろうね、カラー塗るとかパーマ塗るとかなんかいろいろとあるけど、そういうのの練習もしたいから、確かね、7時ぐらいだと思うよ、早くても。6時台からいたことない、なくはないと思うけど、でも7時ぐらいから練習をして、何度も何度もやって練習をしてたっていうのがほぼほぼ毎日の生活でした。まあいろいろとあったからね、その早い日もあれば夜遅くまでやる日もあったしっていうのがあって、バラバラでしたけど、基本的に朝はそのぐらいの時間帯、8時からにしようかなとか、ちょっと体力のね、問題もあるし、まあ体力なんて若い時はね、あんま関係ないけどね。で、10時からオープンで、10時から10時までやってたの。ただだから、早番遅番があったの。早番遅番があったから、あれなんだけど、だから、早番はね、それでも8時とかまでやってた気がする。だから、カット最終7時とか、そんな感じだった気がするんだよね。で、それまではずっとサロン営業だよね。空いてる時間はモデルハント行ったり、スタイリストが使うモデルを探しに行ったりとか、ショーで使うものとかいろいろだったけど、そういうのを探しに行ったりとかしたりとかしてましたね。で、8時ぐらいに終わって早番は。で、終わってから、今度お店が終わるまで待たなきゃいけないから、お店が終わるまでは、お店が終わるまで帰ってもいいんだけどね。練習があるから、お店が終わってからちょっと時間潰してたりとか、裏で練習できるときはするけど、そんなスペースがないからさ。待って10時ぐらいに終わったってなったら、もうみんなで一斉に出して、フロアで練習したりとかして、終電まで、もしくは終電後、ちょっとぐらいまでやって、帰って、そっからご飯食べ行ったりとか、あるときは練習はちょっと夜しな、あんまり簡単に1回か2回集中してやって、ご飯食べ行ったりとかして、だいたい家に帰るのがだいたい1時、2時くらいだったんだよね、多分ね。1時とか、1時台とか多かったの。12時、1時台が多かったと思う。多分。1時台ぐらいかな。んで、帰ってああだこうだして2時台とかに寝て、朝起きてっていう。だから行くまでもあるからさ、やっぱ6時ぐらいに起きるからそんなに時間ないよね。でもそんな生活をやっぱやってた。2年目さ、3年目4年目ぐらいの時は、原宿とか表参道から銀座店の方に2年間行ったのよ。ぐらい。その時は、銀座とちゃそんなにね、やっぱ合わなかったけど、3階4階っていう2フロア借りてたから、そこって早番が終わったら下のフロアで練習できたりとか、そういうのがあったから、そういうメリットはあったね。でもそっからずっと練習してみたいな
感じの生活をもうずっと続けてたから、うん、まあ、バイクその時乗ってたからちょっとこう動きは結構フレキシブルに動けたけどね、うん、けど基本的にやっぱりその練習をしないといけなかったからね、うん、で俺結構その容量悪いから基本的にあの頃とか特にもうとにかく練習練習練習って言ってずっと練習してたね。もう20時間ぐらいじゃない、だから考えてることその全部含めたら家に帰って本当寝るだけみたいな生活でした。25、6ぐらいまではずっとそうだった。うん、でそっからスタイリストになって、スタイリストになったら基本的に営業時間は同じなんだよ。同じじゃないね。でだから朝はちょっと若干ゆっくり行けたりもしたけど、まあ、夜も早番が終わったら帰っていいし、うん、けどやっぱ練習しね、スタイリストになったらもう終わりじゃないからさ、ずっと今でもそうだけど、やっぱ空いてる時間ちょっとこうウィッグね、あの頭で練習したりとかするから基本的にやっぱりそんなに変わんないけどね。うん、けどやっぱその代わりちょっとその呪縛みたいなのから解かされたから、やっぱある程度フレキシブルにそのやっぱりこう友達作りじゃないけどさ、いろんなとこ行くのに、アシスタントの頃なんてのはもうほんとそれが終わって、練習が終わって夜中からちょっとクラブとか行って、あの自分でさ自作の名刺とか作ってさ、あのモデル来てくださいとかって、その頃は全然そのアプリとかもなかったから、そんなに、うん、iPhone がだって来たのは25の時とかじゃない確か、うん、だからそれまではしなかったからね、全然ずっともう街行ってとかクラブ行ってとかで、でスタイリストになってもそれやってて、まあけど、うん、ずっとはそんなにもうね夜ばっかりじゃなくて昼間の方でお客さん捕まえたりとか、いろんなとこ行って人脈増やしてっていうのはよくやってたね。もうそっからはその勝負になっちゃうから、うん、でもやっぱり来た時にやっぱり満足させれないとダメだから、やっぱりいろいろと考えたりとか練習したりとかしてたし、あのスタイリストとかスタイリストの若手の方とかは上のスタイリストの人の出張の手伝いだったりとかもうよくやってたから、うん、なんかそれでなんか先輩が来たウィッグにカラーしてって言って、そのカラーをよくやってて、失敗したって言っても何度も何度も失敗して、もうこれじゃ朝まで間に合わないみたいな時とかもあった。うん、朝までやってダメだ終わんねえみたいな。なんか5時ぐらいまでやって、うわやべえ終わんないなーって、まあでもこれでとりあえず店に行くかって言って6時ぐらいとかに行って、その本当は原宿の店舗で働いてるけど銀座店の先輩とかに店に行かなきゃいけないからさ、早く朝ちょっと行きますとか言って見せたりとか、それでちょっと遅れたりとかね。まあそれは別にまあ店の中のことだからいいんだけど、そう寝れずにそのまま、そうもうお風呂とかだけパッて入って行ってたっていう生活はやっぱあったね。うん、20代とかはありました。もう30代入った時に、入る前から僕はこうお店を入る時から自分でやり始めたから、まあその辺はもうね今自分であの調節しながらやってるけども、スタイリストになろうがアシスタントになろうが、特にその今みたいなそのネット予約とかそういうのがあるとさ、やっぱりお店が集客をしてくれたりとかすると楽だけど、そういうのあんまりしないとことかだとやっぱ自分で見つけに行かなきゃいけなかったりとかするし、やっぱ空いてる時にはやっぱ上の先輩の忙しい先輩の手伝いをしなきゃいけなかったりとかするから、まあそんな良し悪し、うん、お店に良し悪しだったけど、本当にもうその頃はもう寝に帰ってとか、もうそのままね付き合いで行ってて、3時とか4時までご飯食べて、じゃあ帰ろっかって、その人たちはもう休みだったりとか、ちょっとね、社長とかだったらゆっくり行くからみたいな感じだけど、自分はもう朝起きなきゃいけないから、そこまで付き合って、帰って、もう目覚まし2個ぐらいセットしてさ、ちょっとソファーとかに横になって風呂入ってみたいな感じの生活をよくしてたね。うん。そうだね、まあ、近くに同期とかも住んでたりとかした時は、そう同期の家に行ってこう話したりとか、そうそれこそビューティフルライフもさ、ほらキムタクのねビューティフルライフを見て、夜見てやっぱ頑張んなきゃとか、よし頑張ろうとかってこう奮い立たせてた時期もあった。めちゃくちゃ毎日こうかあの何上映会みたいなことをパソコンでやってね、
やったりとかもしてた。だからもう本当に何かこうメンタルを保たせようっていう状態だった。うん、なんか嫌だからやめたいとかではなくて、なんとかもっとこう自分を頑張らせる、奮起させるためのこう起爆剤をいろいろ探してたね。うん。休みの日だって朝からモデハンして1日かけて、朝9時ぐらいからやって夜7時ぐらいまでやって全く見つかんない時とかあった時はもうほんと萎えたね。とかもあったし、今がどうかわかんないけど、基本的にはやっぱりそう、空いてる時間も常にスキルアップだったりとか、そういうアップさせることをやっぱやらなきゃいけない仕事ではあるから、うん、今ネットでね、その、個人で集客したりとかもできるじゃない。うん、インスタとか、まあ他のアプリとかでね。うん。だから楽じゃんって言うけど、結局、僕らもそれで探せるから楽かもしれないけど、それだけ競争も広がるし、お客様ももちろん選ぶじゃない。その中でね。だからどんどんどっちみちまあ、数が増えるだけで、あまり変わんないっていうか、まあ、見つけやすいのもあるけど、うん、やっぱり、人数、美容師っていう人数が増えればさ、それだけ増えちゃうから、あんまり変わらないんだよね、実際。うん。だから今、個人で、フリーランスで働く人が多くなってきているっていうのが現状だと思います。うん。まあだから、うん、もうほぼほぼ、美容師なんてのは、特に都心とかにいると、休むっていうか、その、何も考えない、美容のこと考えてないって人ってあんまいないと思う。うん。もちろん結婚とかさ、そういうのをしてると、やっぱりこう生活リズムってのは変わってくるけども、その何、19時に帰宅するとか、8時ぐらいに帰宅するっていう生活、もう別にいいと思うけど、うまくなんないよね。こうお客様を自分でやるっていうことに対して、やっぱこう、自信をつけなきゃいけないからさ、ある程度切れなきゃいけなかったりとか。やっぱそういうのに関しては、僕は、うん、そんな8時、9時に、普通のね、まあ、仕事してサラリーマンの人で働いてる時間帯に帰ってたら、一人やんないとうまくなんないわけだしさ。うん。まあ、若い時は特に、20代とか特に、もう経験上、うん。金なくても頑張った方がいいと思う。やっぱ財産になるから、30代になって、40代になって、50代になって。やっぱやってきたっていう財産にもなるから、うん、僕らって別にかっこよさを求めて美容師になったわけじゃなくてさ、自分の髪はどうでもいいんだけど、その人を切ることに対して喜びを持つわけだから、別に自分がかっこいいよとかこういうスタイル切れるよっていうよりかは、来たお客様、現実に来たお客様をやっぱり切る職業であるので、うん、やっぱり裏方っていう心構えを持って生活した方がいいし、それを皆さんにアピールできるように自分なりにブランディングをしてたりとかしてやった方がいいと思います。なのでまあ美容師になる子とかね、若い子とかアシスタントの子とか、どういう風な美容指導になりたいか、何を目的として自分は美容師になりたいか、何を強みでいきたいか、僕はカットをうまくしたかったから、やっぱカットの強いところに行ったし、カラーが好きだったらカラーの、ね、強いところ行った方がいいと思うし、いろんなところがある、選択肢はたくさんあると思うので、まあ自分の中でどれぐらい大変なんだろうとかはあると思うけども、こういうせっかく接客業でお客様がいて成り立つ職業なので、弱音を吐かずに自分の将来のためだと思って、強く、うん、やってた方がいいと思うので、めげずにね、夜遅くなったり、朝早かったりとかして、体力的には大変かもしれないけど、やっぱ財産になると思って、毎日生活してもらった方がいいと思うので、頑張ってやってもらったらいいかなと思います。バイバイ。